全国3000万の新幹線ファンの皆様、お待たせいたしました。本日は博多から出発しまして、西九州新幹線開業に合わせて長崎駅までの区間を戦闘機でぶっ飛ばしてみたいと思います。さあ、どのような記録が出るのか非常に楽しみなこのフライト、ぜひ最後までお見逃しなく。まずは博多港から太白通りを通って博多駅へ。あ、正面に博多駅が見えてきました。あの大きい建物。さあ、スタートです。まずは新幹線と同じルートをたどっていくんですけれども、すぐに新幹線という分岐がここですね、やってきました。そして鹿児島本線に沿ってずっと南下をしていきます。開始20秒にしても南福岡駅、南福岡駅の右には福岡駐屯地が存在します。この辺りはずっと南側に向かって線路が伸びていきます。鹿児島本線、福泉区間がずっと続いていきます。そうすると、おっと見えてきたのは、これは九州自動車道。しばらくの間九州自動車道とつかず離れずの関係で下っていきます。国道3号線もすぐ近くを通ってますね。さあ、九州自動車道、ここでまた近づいてきました。そうすると、もう佐賀県に入ってきました。鳥栖が目の前にあります。あ、ここでエンジンが聞こえなくなりましたね。音速に近い状態で飛んでいるということになります。次に見えてきたのは高速道路の要所、佐賀ジャンクション。一瞬で過ぎてしまいました。で、鳥栖駅を過ぎると鹿児島本線と長崎本線に分かれてしまいます。ここで間違えてしまった。鹿児島本線を下っている。しかし、ここで気づいて長崎本線に戻ろうとしていますね。さあ、ここで長崎本線に戻ってルートを確認している。ここからは佐賀平野をずっと進んでいきます。吉野ヶ里公園駅近くにちっちゃな飛行場を持ったメタバル駐屯地が存在します。佐賀平野をずんずんと進み、この辺はずっと直線区間が続いております。だんだんと佐賀の中心地、佐賀市に近づいてきました。ここはずっと直線、綺麗な直線が続いています。そして、もうしばらくすると左カーブを迎えて、ここで佐賀駅を通過。佐賀駅を過ぎると、バルーンフェスタの時だけ臨時に開設されるバルーン佐賀駅が見えてきます。あの川のところにバルーン佐賀駅が存在しています。この辺りも直線がずっと続いていきます。非常に高速を出しやすい区間。そうすると丘が見えてまいりました。ここからカーブが増えていく。ここのカーブを過ぎると江北駅、旧肥前山口駅を通過します。ここで長崎本線と佐世保線に分かれていきます。このまま佐世保線を進み、武雄温泉駅に向かいます。次の武雄温泉駅では西九州新幹線との乗り換えになっております。ホームは対面になっておりまして、同じホームで在来線と新幹線を乗り換えることができるようになっております。さあ、ここが武雄の街並み。武雄温泉駅で乗り換えて、今度は新幹線のルート、西九州新幹線のルートになっていきます。ここから先はルートがはっきり分かりませんので、雰囲気で飛んでいきます。新幹線ですので、トンネルと高架がほとんどというふうになっておりますけれども、ここから大村湾の方に流れていきます。次は嬉野温泉駅、ここに新駅ができているはずです。山をいくつか越えると大村湾に
出てきますね。大村湾では長崎空港との接続が可能となっております。新大村駅が開設されております。正面奥のところに長崎空港が見えてきました。この辺りの大村地区にはですね、大村車両基地が整備されておりまして、そちらで新幹線のメンテナンスをすることになっています。さあ時間はもう5分になるところですけれども、長崎空港を通過しました。次は諫早、この辺りから先も山が多いところになってきます。さあこの辺りの山を越えて諫早、あちらの方に平地が見えてきました。ここでぐっと右の方に曲がって長崎の方に向きを変えていきます。長崎自動車道もここで向きを変えて長崎方面に向かっていきます。これだけ空気の濃い低空でエンジンフルで使っておりますので、めちゃくちゃ燃費は悪いものと思います。環境に優しくないフライト、皆さんは真似しないようにお願いいたします。さあ間もなく長崎駅、新幹線とリレーかもめを使うと最速1時間20分の列車の旅。さあこの先頭機では一体何分で到着するでしょうか。まあ、長崎駅が見えてきました。さあ記録はどうだ。若干ずれておりますがゴール。さあ記録は6分17秒。素晴らしい記録ですね。新幹線在来線の率と比べると12分の1の時間で到着することができました。しかし皆さんは安全な列車の旅をお楽しみください。こういった動画面白いと思ってくださった方はいいねやチャンネル登録などお願いいたします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。